どうも、ハマの YouTuber 宮野です。今回もモンスト実況をやっていきたいと思います。はい、ということで、月半ばにやってくる劇獣神祭、こちらをね、今回は引いていこうかなと思います。でね、新限定キャラの、ミロクが追加されたので、まあもちろんね、今回ミロク狙いで、引いていこうかなと思います。それでは、行きましょう。はい、ということでこちらですね。今ね、第2弾なんですけど、今確率アップされてるのが、この、キャラクターたちですね。ミロクと、ダッキー、あとナイチンゲールとウリエルっていうね、まあ、この4人なんですけど、僕は一応ね、ダッキーちゃんとナイチンゲールをね、持ってるので、今回ミロクとね、やっぱウリエル欲しいんで、まあ、この辺をね、当てていけたらいいなと思います。あとね、まあ、限定で言うと、アリスとか、ロビンフット、あと、アグナムとか、アグナムと X とかもね、持ってないんで、まあ、もちろんその辺も狙っていけたらいいなと思います。ってことでいきましょう。シングルでいきます。最近ねちょっと演出見てないんで、ちょっと確定演出とかね見てみたいなって感じで、確定じゃないや、単発でいきましょう。久しぶりにね劇獣神祭引くんで楽しみです。さあどうでしょう。1人目、なんだっけ、ルビーだっけ、サファイアだっけ。サファイアだね。残念。2回目、行ってこい。さあどうでしょう。誰が来る。なんだっけ、ポロンみたいな名前だよね。ポルタか、ボルタ。3回目。そう、今回何回引くかちょっと決めてないんですけど、どうしようかね。さあどうでしょう。いや違うな、なんだっけ、アメジスト。あ、違う、モロクか。なかなか当たらないね。4回目。そう、あとね電撃コラボとかも来るんで、それはね、なんだっけ、オーブ使わないんでまあいいんですけど、その後に多分ね、なんだっけ、人気投票ガチャとか来るんで、そのガチャにも取っておきたいよね。ってことで残念。4回目はアーノルド。いやー初期キャラだね。5回目、ちょっと単発怪しいぞ。5回目、半分ですね。できれば10連以内にね、星51体は欲しいかな。さあどうでしょう。なに？出ないね、1っす。ちょっと雲行き怪しいですね。6回目かな。できれば 10発以内に収めたい。単発頼む。久々の劇獣神祭なんでね、ちょっと、当たってくれ。なに？なんだっけ、もう名前が出てこない。そう、ネトロビッチ森山だね。ってことで、何回目だ？ 7 回目かな。頼む、ミロク、ウリエル。限定キャラ。ああ、普通に右回転。確定演出とかもね、出てくんないかな。さあ、どうでしょう。ん？違うね。これも初期キャラだね。赤木、レイナ。いやー、ちょっと怪しいね。8回目。これどうだ？ちょっと爆死の予感するね。右回転。単発ダメか。頼む。ここで一気に盛り返して。おー。違う、でも。なんだっけ？ネズミ大佐じゃない、ネズミ小僧。いやー、とりあえず星5来たんで、まあまあいいんですけど、ネズミ小僧じゃ終われないでしょ。しかも持ってるしね、僕。ってことで、次が9回目かな。これ何回引くんだ俺。行きましょう。やばい、ちょっと単発の闇が見えてきた。さあお願い、9回目。ケルベロス。やばい、地味に初期キャラが多いな。次は10回目ですね。ここで星5を当てるのが私宮野です。さあどうでしょう。まあ劇獣神祭といったらやっぱね、この、まあ、清らかに当たってくれ、ウリエル。いやー違う、ダメだね、来ないね。カノープス、懐かしいな、久しぶりに見たな。ってことで一応ね、単発10回引いたので、とりあえずね10連分で、ネズミ小僧1体という結果ですね。今のところどうしようかこれまた単発でどこまで行こうかなっていう感じなんですけど、行きましょう。星5が出るまでやめません。あと1体ね、星5出るまでやめません。ってことでお願い。確定演出とか来ないよね、本当に。さあどうでしょう、11発目。なんだお前は。江戸っ子像、佐護城。
いやー、星音ばっかり。12回目ですね。行ってこい。何のね、回転も何の演出もないっていうね。サードでしょう、12回目の意思っす。さすがに名前を覚えたわ。うん、しかもラック1っていうね。13回目。さあ、昨日はね、13日の金曜日ということで、行ってこい。今日は14日の土曜日なんですけど、さあ何が出る。なーに、星音の被りが多い赤木レイナさんね。はいはい、覚えました。もう次が14回目ですね。今日は、14日の土曜日。ここでね、ちょっと決めてくれ。演出は何もない。だがどうだ。なに、ホルス、ホルス。はい。いや、だったらさ、シリウスとか来いよって感じなんですけど、次が15回目ですね。ちょっとこれどうしようか。嫌な予感しかしないんだけど。行ってこい。さあどうでしょう。15回目。なーに、ショパン。バラバラバラバン。いやー、ちょっとよよ、嫌な空気が流れてきましたね。次が16回目ですね。ちょっと星5出るまでやめないって言ったけど、オーブがつきそう。いやー、僕が貯めてきたオーブがこんなにあっさりと単発で消えていくとなるとちょっと悲しいですね。ってことでここで決めましょう。お、来たー、アグナムート。よっしゃ、やっと終われた。16回目ですね。オッケーオッケーオッケー、これでいいじゃん。いやー、よかった、引いてよかったわ。なんとかね、全然あの確率アップじゃなかったんですけど、限定キャラのアグナムート引けましたね。オッケーオッケーオッケー。いやー、とりあえずちょっとね、単発で引いてちょっと嫌な予感しかしてなかったんですけど、なんとか16回目で2人目のね、星5当てることができました。いやー、なんとか当てられたね。うん、はい、という感じで今回は劇自由審査員、単発でね、結果16回引いていったんですけど、見事にね、アグナムートっていう限定キャラ当てることができました。まあもちろんミロクはね、狙って引いていったんですけど、まあね、欲しかったんですけどね、ウリエルとかも。まあでも、あの、なんていうのかな、そのまま星5一体のまんまね、オーブなくなるとかにならなくてよかったです。はい、って感じで、オーブがまだ、溜まっているので、この後ね、電撃コラボも楽しみつつ、あとはなんだっけ、人気投票ガチャにも、オーブ貯めてね、ちょっと引けるようにしておきたいなと思います。はい、という感じで今回はこの辺で動画を終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次のモンスト実況、また他の実況でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。オッケー、久しぶりに限定キャラ引けたね。